東方弾幕神楽、ちょっとイケボ風に言ってみた。キモ。こんにちは、伊沢拓也です。さあ本日はね、プロミスるところだったな。もうちょっとバチキツクーパチュリーノレッジ。はい、ということで、今回はねやっていきたいと思う。どうした、いい機会なんだから遊びちくって。どういうこと、どういうこと、何の話してんの。もう俺に全然伝わんないから、遊び尽くしちゃうとか言われても。あ、てかさ、なんか昨夜だったのにさ、何 ?495 年我慢したんだから。少しぐらい暴れてもいい。あ、え ?495 年も生きてるってこと？え、すごないそれって。俺がさ、35歳の時じゃん、それって。はい、お遊びはね、これぐらいにしてね、本編入っていきたいと思います。でもさ、俺のさ、この雑談好きな人絶対いるでしょ。絶対いると思うんだよね。なんかゲーム内容よりもこっちのが好きみたいな。うん、絶対いると思うのよ。まあ、ぜひね、いるって方ね、コメント欄教えてください。いるって方ね、いたらね、俺ね、特に何もしない。はい、やっていこうか。新曲来たんで今回やっていきたいと思います。ね、先ほどね、エクストラ？エクストラでいいのか？うん、間違ってるのかな？わかんないんだけど、エクストラをクリアしましてですね、AP することができまして、で、その後ね、ルナティック解放されたんで、今回ね、これをね、初見でね、やっていこうかなと思います。でね、大体俺の動画ってね、初見実況つっても、すでに初見でプレイした動画を実況するって場合が多いんだけど、今回はね、やりながら今回やっていきたいと思います。でね、今回やるのが、ドリグズグズンキュギュンズキュン、あなたのハートにズッキュン、ドリズリーレインかな。うん、多分合ってると思うんだけど、これをね、初見で遊んでいこうかなと思います。行きましょう。いや、楽しみだな、本当に。なんでパーティー一人なの？さあ、来た。いやー、ルナティック、本当に初めてだからね。でね、この曲聞いたものもね、2回しかやってなくて聞いてないんですよね。で、ノーツのさ、サイズ俺変えました。いいね。このさ、なんか、真ん中にさ、この赤いさ、なんつうんだ、エフェクトがついてるのって何なんだろうね。俺あんま分かってないんだよな、これ。ちょっとね、分かる方いたら教えてほしいんだけど、いいよ。で、このさ、演出をさ、ちょっと切りたい感はあるんだよね。でね、後ろのね、子がめちゃめちゃ可愛いっていう、すごい好きだね、普通に。ビジュアルがさ、めちゃめちゃいいんだよね。ランカグのさ、なんだっけ、キャラクター、あ、バカ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 、危なかった。危ない、めっちゃ難しい。ちょっと待って、26ってさ、ちょっと舐めたらいけんよね、これ。最初の時点でこれだから、あ、ちょっと待って、めっちゃやりづらい。俺ちょっとね、めっちゃやりづらい体勢でやってるから下手くそかもしんないけど、ごめんね。やめて、昨夜いじめないで、昨夜をいじめないで。初見なの、初見なの、危ない、助けて。普通にやったらね、おそらく初見クリアで、フルコンボできると思うんだけど、いやー、どうだろうね。あー、抜かしちゃった。もうやだ。やなんだけど、これ。絶対俺さ、無言でやったらクリアできたもん。普段からね、音ゲーやってるから、結構これぐらいのレベルならね、多分、できると思うのよ。俺は、できると思う。なんだ今の、何今の、真ん中の音を、こう、多めにしてくるあたりね。ちょっといやらしいね。あー、でも楽しいな、これ。いや、弾格めちゃめちゃ楽しいな。いや、ちょっと待って、これさ、俺意地悪だな、これ。パチュリーノレッジだっけ？パチュリーノレッジ結構意地悪かもしんないね。そんなこと言ったらダメだけどさ、パチュリーノレッジがさ、なんだっけ？意地悪なわけじゃなくて、運営さんが意地悪なんだよ、この譜面。でも楽しいんだよね、この、すごい、いじめっぽい譜面がね、めちゃめちゃ楽しい。いや、初見にしてはね、でも、まあ、うまくいってる方なんじゃないかな、わかんないけど。前回やったのが確かね、25ぐらいの難易度だったんで、まあ、26だと、初見だとこうだよね。多分ね、何回かやってたら、もうちょっとね、うまくいってたとは思うんだけど、っていうね、めちゃめちゃなんか真面目な話しかしてないの、俺。毎回ふざけてるのに、あー、よかった、いけた。あー、でも結構ミスっちゃったなー、なんか、やっちゃったね、ステージクリア。なんか、このステージいいね。さあ、来ました。いや、どうなったんだろう。ちょっとわからんな。ミス5とかじゃないな。もっと出てるかもしんない。さあ、見ていこう。ミス、グレート15の、ファースト1のミス11。いや、めっちゃ出ちゃった。でも、パチュリー可愛かったから許すわ。